えー、Chromebook シリーズの第3弾でございます。えー、そもそもね、Chromebook は何ぞやというお話をね、したいと思います。えー、Chromebook。えー、Windows とかね、Mac とかありますけども、これは全く新しい、えー、っと、Chromium OS だったかなっていうやつになりますね。えー、なのでね、何をするものかっつったらね、ざっくり したら、クロームブラウザを動かすため専用パソコンと思っていただければいいですね。ク、え、ロームブラウザあの Windows とか、ね、Android とかでも使っている人多いと思いますけども、このパソコンはクロームブラウザを動かすために特化したパソコンなんですね。なので、えー、そんなにね、スペック自体はあのー、すごい CPU は積んでないんですよ。これは前回も説明した通りですね。 えっと、セレロンなのかな ?N2830 という CPU。多分、しょぼいスペックだと思いますよ。でメモリも 2GB しか積んでない状態ですけども、めちゃくちゃ快適に爆速に動きます。えー、これはね、Windows とか Android ではちょっと真似できないぐらい早いですね。えー、これがね、Chrome ブラウザね。 こうやってありますけども、じゃあ、これをまあ、ベロッと立ち上げて見てみますかね。はい。そしたらもうパッパッパッといくんですけども、あの、これ別に光通信じゃないんですよ。これ前回も説明したんですけども、えっ、ー、と、格安 SIM の低速回線で繋がってます。200kbps。それでも、まあまあ問題なく快適に動いてくれますね。 うん、早いんですよ。ペペペペペょっとこう出る。あとちょっとここに広告があるんですけども。ここ横ね。これ読み込むの遅いですけども、文字出るの早いですね。あっちまですね。えっ、ー、とね、あとね、ちょっとこれ見せれないんですけども。ここに他にもいろんなアプリがあってね、マップもありますね。YouTube もありますし、ドライブもあると。Google ドライブもあるというところでね。 えーっと、Chrome でついてるアプリだったら、あ、間違えた。まあ、こんな感じでね、いろいろ、すべてのアプリで見てみようか。まあ、こんな感じでね、まあ、まあ、ちょろちょろっとアプリもありますし、あとはね、アプリストア。アプリストアでも、いろんなアプリができます。これ、 あのインストールとかするんじゃなくて、ブラウザ上でね、やるので、本体のメモリーは、ストレージは使わないというやつですね。なんですけども、今は、えっと、Google Play に対応しましてですね、あの、Android で使っているようなアプリが使えるようになりました。私は使いませんけどね、あの、まあ、いろんなね、 Android でも使っているようなアプリをパソコンで使いたいなという人は、ね、そちらを利用してみるのもいいかなと思います。まあ、第3弾はそんなところでやめときましょう。では、第4弾で。バイバイ。